飛騨高山きのこの里から、椎茸の金賞が届きました。これね、さあどんなんか見てみようか。グリーンやコッコさん TV、 グリーンやコッコさん TV。 まずはきのこの里の、これは育て方やね。で、本業の袋、そしてこれが、これがキノコ、これ椎茸の菌種やな、これがね。おお、ちょっとでかい。よいしょ。これね。開封の儀。すごい、これはすごいぞ。えらいことになってる。大変だ。もうここ椎茸の子供ができてる。うわ、これをドンと、はい、こういう感じでね、もう一つ作っていきましょう。いいね、こっちゃ。よいしょ。ほら、もう一つ。今回2つゲットしたからね。うわ、うわ、こっちは椎茸がもうできてきよる。ちょっと待ってよ。大変だこれ。うわ、見て、もうここ椎茸がなってる。椎茸の卵が、よし、ここに置こう。うわ、えらいこっちゃ。これね、椎茸、説明書によると、ブロックを、袋から取り出して水で表面を軽く洗い、下部に水が浸るようにしますってことやから、まずこれちょん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 軽く洗ってあげましょう。きれいきれいきれい、表面を、よいしょ、きれい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 、水がちょっと溜まるようにっていうことだから、よし、これで OK か。
開封の儀が終わって、2、3日で芽が出てくるので15個から20個ほどを残して間引きをしますっていう風になるまで、しばらく、待ちます。今ここね、これよし、楽しみや、頑張るぞ。チャンネル登録よろしくね。 See you。